水タイプ来た。はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。マギアレコード期間限定ガチャビタースイート AI メモリー、星4限定魔法少女の噂のサナおよびビタースイート AI メモリーのメモリアが期間限定で出現と、はい、噂のサナちゃん実装されました。唐突に来ましたね。噂のサナちゃんかわいい。このヤギの角みたいなのがいいよね。かわいい。うん、めっちゃ欲しいです。なんかね、潜在スキルがバカクソ強いんですよね。理不尽じゃないですかっていう感じの性能してて、しかもね、今回この期間限定メモリアも超強いんですよ。あの友達できたのダメージアップ版みたいな性能してて、これも鬼クソ強いと思うので、もう今回は全てが欲しいですね。メモリアも欲しい、サナちゃんも欲しい、全て欲しい。でなんかね、今回優勝席限定で10回ガチャが回せるみたいですね。うん、とりあえずこの優勝席限定の10回ガチャ1回やって、その後に、ガチャチケだとかね、10連ガチャチケだとかやっていこうかなと、使っていこうかなと思っております。はい、よし、じゃあとりあえず優勝席限定10回ガチャ回していきたいと思います。まあこれで、この10連でサナちゃんね2凸ぐらいするつもりですので、うん、今回はね楽勝ですよ。はい、強い気持ちでいけ、イメージするのは常に最強の自分。はい、というわけでビタースイート AI メモリー期間限定ガチャ、優勝席限定10回ガチャいきたいと思います。よろしくお願いいたします。で最近ね、ちょっとね分かったことがあるんですけど、この御霊が出る画面の直前の小さいキューベが走っているロード画面、青花来ましたね。あの小さいキューベが走っているロード画面のロードが異常に長い時は、ほぼ必ず新顔の星4魔法少女が来るというのが私の今までの経験則からちょっとね導き出されました。最近得た気づきですね。うん、なので今回のこの10連はロードが短かったので、ぶっちゃけねあんま期待してない、うん、ぶっちゃけあんま期待してないです。でも青花出たので何がしか来るとは思う、うん、何がしか星4メモリアぐらい期待してもいいと。ミワコパイセン、ミワコパイセンね、最近満を持してさ精神強化入りましたけど、なんかね全魔法少女中最弱と言っても過言ではないレベルのひどい精神強化だったので、ちょっとねげんなりしました。うん、これ星4メモリアじゃないですか。やったぜ、ピックアップ、うい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 ぷぷぷぷぷぷんぷぷぷぷぷぷぷん、超強え。何特訓、イメージ特訓って何、先生に詳しく教えてほしい。何の特訓なのか。これまた星4メモリアちゃうんか。ぷぷぷぷぷぷん、イエーイ、ちげんだよ、そうじゃないの、そうじゃないんだよ。紛れ子くんはいつでもこういうことしてくるけどさ、ちげんだよ。モノタイプ魔法少女鶴のかな、今噂の鶴のも同時ピックアップしてるので、なんならこの噂のさなから噂の鶴のが出てきても構わない。あ、噂じゃない方の鶴のでした。うん、あのねさっきの話ですけど、ミヤコパイセンのね精神強化はね潜在スキルがねやばいぐらい弱いんですよね。必ず敵単体に毒一ターンってさ、持続一ターンの毒を必ずとはいえ潜在スキルでやる必要あんのっていう、しかもねクールタイム確か6なんですよね。長えよっていうさ、せめてクールタイム4くらいならまだ使わなくもないけど、4でもきついよっていうさ、クールタイム3とか2ぐらいにしてほしいよね。毒ってお前、一旦持続の毒が戦況に一体どれくらいの影響を与えると思っているのかっていうのをさ、紛れ子くんちゃんとゲーム開発チームちゃんとゲームやった上でその調整したのかっていうね、あれはちょっとひどかったですね。はい、終わってしまいました。やったぜ、星4の限定メモリアが手に入ったので、これはなかなか幸先がいいのではないでしょうか。はい、じゃあここからはとりあえず優勝単発1回回します。でその後に単発ガチャチケが今23枚あるので、これを19枚使って天井カウンターを、30まで持っていきます。でその後に10連ガチャチケ今2枚あるので、それを使って、まあ、天井カウンター50まで回した後に、それでも何も出なければ石に手をつける感じですね。で今
無償席が1000個近くあるので、とりあえず無償席分だけは10連回そうかなと思っております。なので最終的には90連ですね。90連までは今回回そうかなと。でまあそれでも何も出なければ期間中に優勝単発ずっと回し続けて天井狙っていこうかなと思っております。なので今回の動画ではとりあえず90連まではね回していきたいと思います。はい、じゃあ優勝単発回していきたいと思います。お金をかけて買った石だから御霊頼むぞ。はい、というわけで優勝単発回しまーす。ロードはあんまり長くないですね。期待できない。御霊は優しいからさ、変化が起きたとかさ、リップサービスしてくれるけど全く期待できない。ほらーメモリア、星4でもないメモリア、ほらー期待できない。はい、じゃあこっからは単発ガチャチケ19枚使って、それでも何も出なければ10連ガチャチケ2枚使って、それでも何も出なければ無償席に手をつけていく感じですね。はい、できたら単発ガチャチケで引きてえな。それではガチャチケ使っていきます。よろしくお願いいたします。ロードは入らない、あんまりロードは入ってない、ちょっと期待できない。でも見た目は優しいからね、ちゃんと変化起きたみたいだから期待していいよって言ってくれる。見たまは優しいからな。何も期待できない。何の演出も来ない。メモリア。うぅぅ。全く期待してなかったけど、限定星3メモリア引けました。やったぜ。約束を胸に刻んで。サナアイ、アイサナ。テーテー。サナアイテーテー。ありな、ありな、あり、あり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 、アリーベデルチ。フェリシア。マナカ。ササラ。カエデじゃん。ふぃゅーふぃゅー。不思議。これが単発ガチャチケ使う最後の1枚ですね。まあでも正直にあんまり期待してない。あんまり期待してないけど、今水タイプ出たので、ちょっとだけ期待します。ちょっとだけね。ちょっとだけ期待します。はい。まあそんなうまくはいかないと。うん、でもこっから唐突にいきなり噂のサナちゃんが出てきても私は一向に構わん、私は一向に構わん。ヤッチョさんでした。はい、というわけで単発ガチャチケはこれにて終了でございます。単発ガチャチケを19枚使って天井カウンターが30に到達しましたので、こっからは10連ガチャチケ2枚使って、それでも何も出なければ石に手をつけていく感じですね。いやでも石に手をつけたくないから、できたら10連ガチャチケ2枚これでなんとかしてほしいです。単発ガチャチケではあんまりパッとしなかったからな。こっから巻き返していきたい。はい、というわけでこっからは10連ガチャ回していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ロードはあんまり入った感じはしないですね。そのロードで判断するっていうね、ただれた自分になっちゃったから。でも青花出たな、青花出たのはいいね。星4メモリアぐらい期待してもええんちゃうんか。そう、あのね、ロードが入ったかどうかでガチャの結果を判断するっていう、そういうねただれた心になっちゃったからね。あの昔みたいにさ、ガチャ回すたびに一喜一憂してた、希望に満ち溢れた眼差しでガチャの結果を眺めていたあの頃の私はもう死にました。はい、今はもうロードの入ったかどうかでガチャの結果を判断するというね、そういうただれた大人に、夢も希望もない、奇跡も魔法もない、そんなただれた大人になっちゃいましたね。そんなね、ロード時間のあるかないかでガチャの結果が判断できるなんていう、そんな情報知りとうなかった。あの頃のね、希望に満ち溢れていた自分に戻りたい。さっきからメモリアばっかりだしさ、
本当に渋いぞ今回の10連。ちょっとまたしてもメモリア、ちょっと勘弁。サナアイテーテアイサナサナアイ尊さありがとうございます。いいぞいいぞ、流れ掴んでいけ。今の限定星3メモリアから流れ掴んでいけ。またしてもメモリア、ちょっと工場星にメモリア多すぎませんか。魔法少女水タイプ、しかし星4ではない。こっからなんか唐突にさ、噂のサナちゃんとかさ出てきてもさいいと思うんだよね。そういう核変演出みたいなのもさ搭載してもいいと思うんすよね、紛れ子くんは。いやでもね、なんでこんなに期待できないとか散々言っておいて10連しっかり最後まで見ているのかっていうと、それはね、あの人間が人生のうちに回せる10連の回数って決まってるんですよ。そう、人間が生涯に稼げるお金の額は決まっているということは、生涯に課金できる回数も決まっているということは、生涯に回せる10連の回数も決まっていると。ならばこの1回1回を最後まで眺めたいというね、そういうもったいない精神でもって私は10連を最後まで眺めています。草タイプサナちゃん、サナちゃん来い、サナちゃんが来て触媒となれ、うわサナちゃんを呼ぶ触媒となれ、サナちゃんありがとうございます。可愛いねサナちゃんね、お前がうわサナちゃんを呼ぶ触媒となるんだよ。はい、10連終わっちゃったけど、うわ結構きついな。これ限定星3メモリア来てなかったら即死でしたね。あなたの因果に応じて、ああ10連ガチャチケなくなってしまう。やだ、石に手つけたくねえよ、石には手をつけたくない。ああ演出はかすりもしない、つらい、渋い。初手メモリアは基本、初手メモリアは基本、はい、工場星にメモリア、葉月回避メモリアからの、まあ、2枚目もね順当にメモリア。この辺はあの乱数調整パートなんで、そうこの辺りでこの工場星にメモリアをたくさん引くことによって、この後の運気の揺り戻しを狙う、その運気の揺り戻しのピークで噂のサナちゃんを引くというのがね、できる男の紛れ子スタイル。さっき見た、君さっき見たよ、魔法少女、魔法少女闇タイプ、まあ、これは順当に演出通りですね。誰かの子、エミリー先生、フェリシアちゃん、誰エミリー先生、エミリー先生可愛いから好きだな。そしてまたしてもメモリア、うわなんか渋いな、せめて限定星3メモリアが欲しい。さっき見た、さっき見た、2ペア達成したんですけど、なんかすげえ勢いで2ペア達成したんだけど、何これ、また闇タイプ、これまたエミリー先生ちゃうの、これエミリー先生だったらさ3ペア達成するんだけど。おあやかいいね、星さん魔法少女、この辺りで運気の入り戻しを狙っていけ、この辺りで運の流れを掴んでいけ。魔法少女闇タイプ誰、これまたエミリー先生だったらちょっとびっくりなんですけど、びっくりなんですけど、アリナ的にはびっくりなんですけど、エミリー先生じゃん、ちげえんだよ、そういうゲームじゃないんだよ。あのさ紛れ子って別にね10連の結果画面でこう3ペアとかね作る、そういう役を作るゲームじゃないんですよ。あのね、うわしかもなんかメモリアも渋いよ、なんかもうちょっとパッとしねえ、つれえ、なんかメモリア多い、メモリアばっかり出るよ、なんだこれ。星さんメモリアは出たけども、せめて限定がいいよ。なんだこれ、またしてもメモリア、うわきつ、うおきつい、思った以上にきついぞこの10連。なんか役が面白い、役が、何これちょっと、なそういうゲームじゃねえんだよこれ、別に神経衰弱やってるんじゃないんだよ。あ石に手をつけるか、やだな。ロードは入ってないです、あんまりロードは入った感じはしないです。うわこんな情報知りたくなかったよ、でも青花出た、青花出たから星4メモリアには期待する。こんなロードが入ったかどうかで判断するような人間にはなりたくなかった、群衆になんてなりたくなかった、俺は俺だと叫んでいたい。初手メモリアは基本、星4ちゃうんかこれ、これ星4メモリアでしょ、ピックアップ対象の
ちげえんだよ。紛れ子くん、紛れ子くん、そういうとこやぞ。このみちゃん、辛いんですけど、辛いんですけど、星4メモリアちゃいますかこれ。ピックアップ対象今度こそ。ちげえんだよ。そうじゃねえんだよ。チャンネム10連終わっちゃった。つれえ。星4メモリア2枚出てるけどさ、すり抜けてんじゃねえかよ。違うんだよ、そうじゃねえんだよ。紛れ子くんさ、ほんまそういうとこやぞ。ロードが入った感じはしないですね。うわー、しんどくなってきた。つれ。噂のサナちゃん引ける気がしねえんだけど。青花光きた。星4魔法少女確定演出来ました。いやでも光タイプ演出か、あんま期待できねえな。ロードが入った感じもしなかったしな。いやでも私は紛れ子くんを信じたい。私は紛れ子くんが底力を見せてくれることを信じたい。私は紛れ子くんを信じます。このあたりでね、星2の工場メモリアを引くことによって運気の乱数調整も欠かさない。いいじゃん、光タイプ魔法少女。このあたりで光タイプ演出を消化していけ。誰だ、しずくちゃんかな、ささらかな。しずくちゃん、ありがとう。しずくちゃん、ここで光タイプ魔法少女演出を消化してくれたことによって、この10連の期待値は大きく上がりました。よし、いいぞ。今流れ完全にこっちに来てるから流れ完全にこっちに来てるから、メモリア、メガガル、はい、この辺りで工場メモリアを引くことによって限定力を高めていく。工場ばっかり、工場メモリアばっかり引くことで揺り戻しによる限定星4魔法少女力を高めていく、はい、いやでもね、さすがにこんなに工場星2メモリアいらない。さすがにこんなに工場メモリアばっかり出されるぞ、ちょっと困る。工場星2メモリア多すぎるんだけど。またメモリアかよ。あのね、こんなにもらってもね、あでも星3メモリアだった、でも工場だった。あのね、メモリアは確かに運気の乱数調整に使うとか言ったけど、こんなにいらない。そしてじらすね、メモリア、メモリア連打。これ星4魔法少女演出なかったらもう今心折れてるぞっていうレベルで、メモリアまだ来ない、まだ来ない、まだメモリア出してくる。メモリア多いな今回のガチャ。はい、そろそろ来るやろ、次あたりかな。頼む、すり抜けやだ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 、すり抜け、すりぞりやだ、グリフィンドールがいい、やだ。うわ、草タイプ誰、せめてマミさんなら貫突する。つむぎちゃんかよ。うわ、草タイプならせめてマミさんかアリナなら貫突したんだけどな。うわー、つらい。限定星4魔法少女ガチャでのすり抜きはマジでつらいよ。はあ、とりあえずね、今ある分の無償席は使っちゃいます。あと20連分ね、回しちゃいます。あと20連で噂なちゃん狙っていきたいと思います。はい、というわけで、星4魔法少女引きましたけど、カウンターリセットされましたけど、通算で80連目いきたいと思います。よろしくお願いいたします。ロードは入った感じがしない、つれ。やっぱね、すり抜けは良くないよ。すり抜けほんと悪い文明。青花出た、青花が出たということは星4メモリアぐらい期待してもいいんじゃないでしょうか。うわー、10連終わっちまった。星4メモリアどころか限定星3メモリアすら出なかった。うわ、つら、ゲーロ吐きそう。うわはい、これがこのガチャ動画最後の10連になります。御霊頼む、最後くらい私に夢を見せてくれ。水タイプ来た、来た、これは来ただろう。水タイプからの星4魔法少女確定演出、
これはさすがに来たでしょ、マギレコくん。やったのか、御霊。信じていいのか。星音じゃない。ここで水タイプ消化するのかよ。ここで水タイプ消化するのは聞いてない。それはよろしくない。誰？やっちょさん。せめて今日くらい三日月荘にこもっててほしかった。うわー、マジか。今のやっちょさんで一気に雲行きが怪しくなってきたけど、でもそれでもなお私は紛れ子くんを信じたい。紛れ子くんがここぞというところで男を見せてくれるところを私は信じたい。星4メモリア、いいね。ピックアップ対象の星4メモリアが欲しいです。頼む。いいね。難関イメージ特訓。何の特訓だよ。私に詳しく教えてほしい。先生もその特訓に混ぜてほしいな。いいね。星4メモリア、ピックアップ対象の星4メモリアを引いたことによって確実に運気がこっちに向いているのを感じる。いいぞ、この流れで。噂のサナちゃん、魔法少女、頼む。すり抜けやだ、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 すり去り。やだ、また草タイプかよ。え、誰？うわ、ま、何なの？マーミさん、マーミちゃん、マーミ、やっぱ確かにさ、さっき言いましたよ、草タイプの星4魔法少女ならマーミさんかアリナがあと1枚で完凸するからって言いましたよ。いやでもね、別にそれは草タイプの魔法少女ならっていう前提条件があるからであって、別にマミさんが今一番欲しいわけじゃないんですよ。今一番欲しいのは噂のサナちゃんであって、マミさんが欲しいわけではないの。なんで、な、水タイプ演出からの星4魔法少女確定演出出たじゃん。また草タイプかよ。なんなの今日、草タイプの日か。な、もうまた昨夜かよ。めっちゃ期待したのに。もうほんとすり抜け良くない。すり抜けマジ悪い文明だからさ、もう絶滅させようぜ。紛れ子からすり抜けという概念を絶滅させてくれ。うわ、マジかよ。なんでだよ、なんでだよ。噂のサナちゃん欲しかったよ。うわあ、マミさん貫突したよ。マミさん貫突したのは嬉しいよ。ちょっと前のさ、復刻バレンタインイベントでマミさん大活躍してたからさ、マミさん貫突したのは嬉しいけどさ、今じゃないよ。毎日食べ歩きしてるのに食べたいものが減らないよ。グルメサイトをチェックするたびに食べたことないお料理が出てくるの。はい、若葉つむぎちゃん一突いたしました。一番のお気に入りの魔法はやっぱり紅茶を作る魔法かしらね。え、紅茶って魔法で作れるの？それ成分的に大丈夫なの？はい、というわけで友江真美さんが念願の貫突いたしました。はい、今じゃねえんだよなっていう気持ちが強いですね。はい、あのね、正直90回回して星4魔法少女2人で、限定星4メモリアが2枚に限定じゃない星4メモリアが3枚かな引けたっていうのは大勝利と言っても過言ではない、大勝利と言っても過言ではないんですけど、複雑な気分ですね。噂のサナちゃん欲しかったな。水タイプ演出から星4魔法少女確定演出が来たらさ、誰だって勝ったって思うじゃん。いや、勝ってるんだけど素直に喜べないよこれは。いやでもね、あのちょっと前のさ、復刻バレナギイベントでマミさんね、めちゃくちゃかっこいいところ見せてたので、せっかく貫突したのでね、これからは、このマミさんが私の草タイプの主力級のアタッカーとして活躍してくれることでしょう。はい、今回ね、噂のサナちゃん聞けなかったですけども、この後もピックアップ期間中は毎日日替わりで優勝単発回したりして悪あがきしていこうかなと思っております。はい、
というわけで今回のマギアレコード期間限定ガチャビタースイート AI メモリー噂のサナちゃんピックアップは非常に複雑な気分で終わりました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら、バイバーイ。うわやっぱ星4限定魔法少女2回すり抜けるのは辛すぎるわ。